でもらってもよろしいですか。とりあえず一回ぶん殴らせてもらってもいいかな。ぽっこり変だ。無意味やからんバカ野郎。異変ありません。非常にいい列車でございます。え、こんにちは、夜中です。今日はですね、こちら新幹線0号というゲームをやっていこうと思います。新幹線に乗っていて異常を見つけたら引き返さないといけないという八番出口風のゲームとなっております。ホラーゲームでおなじみのね、チラズアートさんの最新作ということで、ホラーな部分があったりだったりなかったりだったり、ちょっとまだあんまりちゃんと知らないんだけど、まあね、 IQ が2億ある夜中さんにとってはまあ超余裕でさささっとクリアしちゃうんじゃないかと思うので、今日も早速やっていきましょう。それでは行ってみよう。お、もう新幹線の中から始まる感じ。こちら前方、このエリアに異常はありません。あ、ってことはこういう新幹線みんな乗ったことある？うち結構乗るんやけど、こういうなんかトイレのさ、何、1号車と2号車の間とかでこういうトイレゾーンあるやん。こういうところは異変がないってことね。オッケーオッケー。ここは大丈夫ってことはね。ってことは、もうまっすぐ行っていいってことね。胸騒ぎ。新幹線乗るとちょっとワクワクするよね。おー！すごい！ 7 号車。異常があればお引き返しください。なるほどね。じゃあ、もし何か異常があった場合は、1個前の号車に戻るってことか。オッケー？もうすでに異常があるかもしれないってこと。あ、うちおるよ！これうち！ちょっとで、見えん。これ、あ、顔見えん。顔見えんわ。ってことは別になんかお手本があるわけじゃなくて、そもそも絶対的におかしいやろみたいな異常が出るってことか。じゃあ、失礼しまーす。こんにちは。これ横ちゃんと見なあかんタイプ？乗ってる人おるで？こんにちは。元気ですか？この人の髪の毛が若干剥げてるってのは異変ではない？それは違うか？え、全然異変っぽいものなんもないけど。たまにさ、このコンセントないタイプの新幹線ない？コンセントめっちゃ使うわけじゃないけど、コンセントある方がなんか落ち着くような。充電切れても大丈夫だって。え？なんもないけど。え？おった？この人たち今。ごめんごめん。これ、スルーしたかも。え？ほんまに？おった？え、おった？君たち。全然気づかなかったわ。こんにちは。じゃ別に。なんや。なんや。見てくんな！たまにおるよな、なんか。めちゃめちゃ見てくる子供。え、これは特に異変がないから進んでいいっていうことか。いつまで見とんやガキ。どっか行け。俺がどっか行くわ。よし。ほんで、ここは特に大丈夫ってことやもんね。こちらは異変ありません。これを一番前の号車まで行ったらいいってこと？え、7号車また7号車。え、また会ったね。ごめんね。こんにちは。あー、くそー。こんにちは。何してるの？え、そら、歩いてるんだよ、僕は。また会ったね。また会ったね、そうだね。お兄さんもゲームをしに来たの？お兄さんはね、仕事で新幹線に乗ってるんだ。僕、めっちゃ楽しみ。そうなんだ、何のゲーム？お姉ちゃんが起きないから暇なんだ。せやな、打とうとしてるもんな。いくら待っても。うん。すっごく待っても起きないんだもん。ずっと待ってんのか？でもお兄さんがゲームしてくれるからもう大丈夫。いや、する言うてないから。ゲームのルールは知ってる？知らん。何？かくれんぼ？知らないよ。ルールはとっても簡単だよ。うん。変わったことがあったら戻る。簡単でしょ？あ、このゲームのシステムの話？あ、このゲームのシステムの話か。それはわかる。ゲームを終わらせる方法？うん。それは0号車まで行って、その先の運転室でブレーキをかけるだけ。へぇー。いいよ、勝手にブレーキかけて。トイレの車両は変わったことは起こらないからね。ありがとう、チュートリアルの僕。もう一回説明する？あ、もう大丈夫。お姉さん天才だから。よかった。じゃあ後でまた会おうね。うん、またね。じゃあな。あと、チュートリアル子供か。てか、なんで僕がさ、なんであのちっちゃい子供がそんなルール知ってんの？で、うちさ、うちこの新幹線、あの子とのゲームのためにわざわざブレーキかけて止まるってこと？大丈夫それ？
さっきのがお手本で今からが本番か？こんにちは。このおじさんも特に、だから乗客が2組しか乗って、どうなってる？それどうなってる？それどうなってる？お客様、あのですね、座席はこちらになります。座席のね、まあ、下に入るお客様もたまにいらっしゃるんですよ。たまにいらっしゃるんですけれども、あの上の方がですね、あのふかふかな座椅子ご用意しておりますので、そちらに乗っていただければと思います。よろしくお願いします。あのお子様とかも乗っていらっしゃるので、ちょっとそこにいると怖いなって思うお子様もいると思うんですよね。なのでできれば上の方に乗っていただければ嬉しいかなって思います。よろしくお願いします。すいません、お手数おかけします。あいつはやべえやつだ。あそこに座って何をするかわかるか？そうだ、絶対に女の子のパンツを見ている。間違いないね。はい、正解。6号車。こうやって0号車まで行きってことね。オッケーオッケー。あのぐらいわかりやすかったら簡単だわ。微妙な違いだったらわからんなと思ったけど。お客様は座られましたかね？お客様、あ、お客様いらっしゃいませんね。大丈夫ですね。オッケーです、オッケーです。今のところ大丈夫そうだし。チュートリアルの僕いないけど、チュートリアル僕はいないのは別に異変ではないんか？異変ではなく、普通なのか？え、ないわ、特に異変。おっさんも元気でしょ？多分。おっさん元気？おっさんが目開けて寝てるのは異変？でも目開けて寝るおっさんもいるよな、別に。じゃあ大丈夫だ。問題ありません。このまま行きます。この号車は異変がないと。まあまあまあ、多分大丈夫。ほらー、ナイスー、いいねー。おじさんは？おじさんは今日も寝てる？寝てるね。お仕事疲れてるから。うちも新幹線移動、仕事の新幹線移動とかの時は基本的に寝てるわ、ずっと。だって、業務時間内に寝れるのめっちゃお得じゃない？寝るか、漫画見てる。お客様、こちら見ないでもらってもよろしいですか？お客様、しっかりとこちらをご覧になってるんですけれども、お客様、あのシートと同化するのはちょっとやめていただきたいかなって思いますね。お客様、ちょっと一応私は異変だと思うんですけれども、もしかすると異変じゃない可能性もあるんですけれども、まあそういう時もありますよね。わかります、そういう時期誰にでもあります。ですが、あの公共の場所でお読みいただけると嬉しいなって思います。よろしくお願いします。すいません、お手数おかけしますが、よろしくお願いします。あの帰りますね、私。すいません、失礼します。変態もいると、変態もいるということですね。4号車いいよ。てかこのぐらいの異変なの？即クリアしちゃうけど、あの異変が異変すぎて悩むとかないんやけどさ、もはや。もはや、ネタゲームかな、これ。めっちゃ頑張って間違い探しをするっていうよりかは、あかーんですよ。あかんです、それ。なんか出てくるわけではない。なんか出てくるわけではない。
異変ないって言うけど、一応使えるって使えるんか。やばかった時トイレに逃げよう。なんかやべ、待って、どっちから来たっけ。あれこちらが前方、こっちが。オッケーオッケー、3号車。今ぐるぐるしたからどっち行ったかわからんくなった。オッケーいいよ。こういうなんか掲示板とかもありそうやな。なんかおかしいこと。え、もうクリアなんやが。やっぱ子供が考えるゲームだから子供レベルだな。うちには通用しねえわ。子供騙しだよ、さすがに。やっぱ小学生同士のまあゲームとかならね、わかりますよ。やっぱこれが大人と子供の格の違いってやつ。大人と子供の格の違いを見せつけちゃうよーって感じよね。次は2号車。ナイス。異常なし、異常なし、異常なし。お勤めご苦労様です。クリアしちゃっていいんですか。もうしちゃいますよ、クリア。最初の異変が強烈すぎて何も異変ないんやけど、その後その後何も異変がないんやけど、大丈夫これ。うちのなんか豪運的に異変なしばっか引いちゃってるみたいな。これランダム要素やんな多分。え、異変なしばっか引いちゃってる、うち。え、大丈夫。え、クリアしちゃうんだけど。ちょっと、え、マジで言ってる。こんにちは、異変はありませんか、異常はありませんか、大丈夫ですか、お客様。お客様、特に異常はありませんか。え、異変ありません。非常にいい列車でございます、こちら。1号車やけど、あれ、あれ、ありませんよ、もう。え、え、あれ、あれ、7号車、7号車。夢、夢ならばどれほど良かったでしょう。くえ、そやろ、本当に言ってる。え、異常あった、今本当に言ってる。普通に今からじゃあクリア、異変全回収耐久でもやるかとって思ってた。え、もう2回目君、2回目今度出てきたら私そこ乗りますからね、座りますからね、ここ。わかりましたか。うん、わかったよ。よし、ご理解いただけたようで何よりです。ドラえもんみたいな顔しやがって。3号車ナイス。異変ない、マジで異変がない。マジで異変がない。今回特大荷物スペースあってるやろ。なんか若干暗い、若干暗いか。そんなことないか。え、おじさん起きてる、おじさんが起きてる。おはよう、おはよう、おじさん、おじさんが起きてる。あんなに疲れてるおじさんが起きてる。でも別にさ、よく考えたらさ、新幹線でおじさんが起きてるのぐらい全然異変でもなんでもないけどね。待って、やばい、みんなおじさんの異変見つけてもだわ。これおじさんがただ起きてるだけやと思うやん、この異変。違うよ、みんな。スーツやのに靴下履いてない、これは異変だ。社会人として靴下を履いた方がいいと思います、おじさん。だから君は異変だ、わかったか。靴下を履くように。はい、わかりました。よし、じゃあ戻ろう。靴下を履いてください、ちゃんと。ナイス、いいよ。オッケーオッケー、右も左もちゃんと見て、右も左もちゃんと見て。おじさん、靴下履いてって言うたやん。わかった、次からちゃんと履いてよ、怒られるから。え、待って、こんなもっこりしてたっけ。え、え、この白いところこんなもっこりしてたっけ。え、なんかもっこりしてない、もっこりしてる。え、もっこりしてる。え、絶対もっこりしてなかった。ほら、もっこりしてるよ。え、なんか全部もっこりしてる、もっこり異変だ。座席がもっこりし始めた、異変だ、帰ろう。
遊ばないの座席で。座席で遊ばないの。座席で遊ばないの。ちゃんと食べなさい、この辺も。なーにこれ。ご飯の面積多いけど全然具が入ってないし、なんか半分野菜や。いやいや。何してんのこれ。何してんのこれ。フリーフォールですか、見たことないよ、この。この座席の配置、フリーフォールは遊園地にあるあの上でシューッと飛ばして、ガーって落ちる。あれでしか見たことないよ、この配置。これはまあまだわかる、このボックス系ね。最近ボックスしてる人いないんで、ボックスしてるのにここに置くな！誰が飛べんねん、これ。ボックス席でこっち誰もおらんところにこれを置くのはおかしいやろ。どう考えても。事故車だったよな。え？これうちクリアやで、完全に。クリアしてもうけどいい？クリアしてもうけどいい？まさかね。まさかこれで終わりなんてことはないっすよ。これで終わりだったらちょっと配信者舐めてますね。それかうちが天才なだけか？それかうちの天才なだけか？ここ開けたら運転席で？あ、まだか。これ早とちったわ。まだやったわ。ゼロ号車があるんや。異変はなさそう。で災害と、あ、あんた可愛いね。可愛い猫ちゃんだね。こんな猫ちゃんに1時間1000円で遊べるの、そりゃ嬉しいかもしんない、猫ちゃん。じゃ、これで戻ればいいってことね。ゼロ。こっち行ったら運転席ってこと？なんだこれ。残り20。は？残り 20？ 残り20。何の話？なんか喋った！異変が残り20個あるよってこと？それとも20秒後に爆発するって話？運転室側。え、ま、なんか待て。話と違くない？ゼロ号車行って、その後に運転室あるからって言ったのに、なんかめちゃめちゃなんか、めちゃめちゃ先延ばしされてない？なんかうちキープされてる？持ち遊ばれてない？なんか、長くない？ゼロ号車から言われてから、めっちゃじらしプレイされてんねんけど。あは新幹線をご利用いただき誠にありがとうございます。ただいま当列車におきまして線路上での接触事故がありましたので、安全確認のためしばらく停車いたします。はい。運転再開におきましては現在見通しが立っておりません。本日はお急ぎのところ誠にご迷惑をおかけいたします。おじさんと一緒に。アテンションプリーズ。うっさ。 We have stopped momentary due to an injuryThere is no plan for the train to stop at this moment. Please excuse the delay. やだね。どうする？困っちゃうね。今日打ち合わせあったのにね。お客様待たしちゃうよ。これ先行っていいの？はい。え？なんかボタン出てきたよ。お先行っていいの？はい。は？え？え？え、戻ってきたんだけど。喋れー！え、あと20言わんくなっちゃった。お兄さん、すごいね。あ、ありがとう。成功したんだね。成功したよ。キョロキョロしてどうしたの？キョロキョロ。もしかして、ここが運転室になってるって思った？え、そうだよ。だって、ゼロ号室じゃないわ。ゼロ号車の奥行ったらあるって言ったから。冗談はよしてよ。あ？新幹線にはグリーン車があるんだよ。え？お兄さんなら知ってるよね。やべ。子供に煽られてる。じゃあね、え、運転室はどこでしょう？運転室
知らないよ。グリーン車なんて乗ったことないもん。グリーン車なんて乗ったことないもん、うち。それはね、グリーン車の向こうだよ。僕が0号車の次って言ったって。そうだよ、0号車の次のとこって言ったじゃん。0号車っていうのはグリーン車の0号車のことだよ。まあ確かに僕の説明が下手くそだったかもね。ああそうだね、君はここでお説教だね。とりあえず一回ぶん殴らせてもらってもいいかな。それはそうといい。はい。今度はさっきと反対。反対？変わったことがあったら進んで。はあ。なかったら戻るんだよ。なかったら戻る。3回間違えるとお化けが来るから気をつけてね。ちょっと待って、ちょっと待って、僕、なんでお化けが来るって知ってんのかな。意味がわからない、そのルールは。そのルールは意味がわからないから、僕。ね。僕はお兄さんを応援してるよ。うん、じゃあ、お化けの要素いらないよね、全然。ねえ。何？お兄さん。あのさ、うん、謝る気になったか？そこで謝罪をする気になったか？お兄さんのことをおちょくってごめんなさいっていう準備はできたか？なんで僕たちはこんなところにいるんだろう。え、なんでそんな急に不安な、そんなんか不安な声出すの？なんか変だなって思わない？それは思うよ。いや、気にしないで。何？やだ。とりあえずゲームを終わらせよう。何？やだ。じゃあまたね。どこ行くの？行かないで。ねえ、ねえ、お兄さん。何？もしかして、なんでもない。何？やだよ。え？怖っ。ルール教えてくれる？いや、大丈夫。え？なんかさっきの人身事故とか関係あるんかな？え、次からは異変があったら進んで、異変がなかったら戻るね、オッケー？やべ、3回間違えたらお化けが来る、了解？まあ、お化け来たとしても、うちのこの拳でやればいいって話だから全然大丈夫だよ。みんな、安心して。え、これ7号車まであんの？ 7 号車まであって3回間違えたらお化けが来るってこと？え、グリーン車ってこんなんなの？すごっ。すごっ。車内販売とかさ、まだやってるんかな？こんにちはー。あー、やめてください。あー、強制的に戻っちゃう。別に普通？別に普通？普通です。あ、行きますか。あ、そういうわけじゃない。あ、なるほど。異常があったら進む。このお姉さんはここで止まるのは異常ではなく、グリーン車限定であるのか。失礼しまーす。あ、グリーン車で仕事ですか？あ、待ってください。あなた、仕事をしているふりして何もしてないですね。いるんですよね、こういう上司。ダメですよ。デスクトップなのにやってる感出してね、座ってるだけの上司いるんですよね。これは異常ですか？これは異変でいいですか？これは違いますか？ダメですよ。暗くね？暗くね？なんかこれ暗いのおかしくない？誰これ、怖っ。ちょっと待って。ちょっと待って待っていい？もう、異常もう一回って、異変があったら進むね。君は異変なのか？それとも、それは別に、うちが逆に異変って言ったら失礼に当たる分類か？こんにちは。あなたのことを異変というのが、失礼に当たる場合もあるんですよ。こちらは。わかりますか？でも、変な人だし、異変でいいのかな？お客様は？お客様！その格好でずっといるのはおかしいですよね。届きますよね。もう届かない。この荷物届かないよ。みたいな感じしてですけど。届きますよね。これは異変でいいですか？仕事をしてないのに、してるふりしてるやつと、エレン・イェーガーと、てっぺんハゲ親父？じゃ、一回これ異変でいくか。これは異変だ。異変だったら進むんやんな。え？音でか。どうしたんですか？あ、主、人間か？はい、人間です。人間やらせてもらってます。どうでしょう。
我が輩を騙すことは不可能。なんだ。お主はスーツを着ている。着てます。変だな。なんでだ。何が変なんだよ。他とは違うようじゃな。いや、私普通ですよ。それだけはわかる。して若者よ、どれくらいここにいるのだ。1時間経ってないぐらいですね。わかりません。列車の中で誰かに会ったか。あ、いっぱい会いましたよ。エレンとお姉さんもいたし、子供も。和服の女性見ました。パーカーの男の子に会いました。パーカーの男の子あったよ。それはいいことかもしれん。お、いいんだ。我が輩の優れた観察眼と人生84年の経験から言わせてもらうと、なかなか知ってますね。ここにいるほとんどの人は実際の人間ではないようだ。え、どういうこと？話しかけても反応は示すことはない。まるでロボットのようだ。ロボット？我が輩は人間を見ればわかる。私はどっちですか？つまり我が輩の結論は、はい、スーツの人を信用するな。え？俺？そういうことだ。俺のこと？そうだな。うん。あとは、はいはい、疲れた。早く座っていいですよ。眠らせてくれ。そんな眠りたいんですか？その前に、うん、我が輩、おしんど、おやすみ。いい夢見ろよ。びっくりするから突然出たりしないでね。え、七号車やねんけど。進んでないってことはうちワンミスしたってこと？あれデフォルトなの？あれがデフォルトなの？いや、異変やと思うやろ、どう考えても。意味わからん。なあ！え、そんなん言われたら絶対わからないけど、うち。え、ちょっと待って。ちょっと待って。あれ見本なの？そんな、こんな笑ってたっけ？え、この人こんな笑ってたっけ？え、笑ってなかった気がする、うち。こんな顔色も良くなかった気がする。なんかあと、こんな顔色良くなった気がする。こんな顔色も良くなかった気がするから、笑ってなかった気がするから、これはうちは異変だと思って進んでいい？異変が進むんやんな。オッケー、任せて。あいつはあんなに笑ってませんでした、絶対ね。さあ、果たしてどっちだ。1。なるほどね。1か。1って言われたのは、3回間違えたらお化けが来るよっていう1ですか？その1ですか？1って言われたんですけど。嘘だ！あんな笑ってなかったってこと？嘘だ！え？この人は普通やな？え？てか、こんなに新幹線でさ、笑ってるわ、めっちゃ。意味わからん。なんで笑ってんだよ。え、逆にもう、異変わかんねえよ。大丈夫、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 大丈夫。でも大丈夫やろ。一旦じゃあ、異変がないから戻ります。いいですか？一旦戻ります。絶対大丈夫。大丈夫だよ。来たー！めっちゃ緊張した今。めっちゃなんか怖い。オッケーオッケー、残り6。いよいよいよ、これでミスらなければ大丈夫。ミスらなければ大丈夫。オッケーオッケー。こんな
なに笑ってたっけ。なんかさっきよりも笑ってない。そんなことない。いいよ。で、このこれも大丈夫で、席も20席まで。で、右も左も大丈夫。ほんでエレンも、え、なんかさっきより笑ってない？え？じゃあ、あれ？さっきより笑ってない？え？こんな笑ってたっけ？なんかエクボ深くなってない？エクボ深くない？こんなエクボあったっけ？笑ってる気がするんやけど。ちょっと待って。え？わからん！わからん、次！この人は？ほら、この人も笑ってない？笑ってたっけ？ちょっと、あっから、笑ってたっけ、こんなに。え？え？なんかさっきよりみんな笑ってる気がするんやけど。自分を信じて笑ってると思って前進むか？いや、笑ってるね！その心、笑ってるね。うちは異変だと思う。さっきよりみんな、笑ってます！さっきより絶対みんな笑ってる。間違いないね。そうだろ！ 1。 え？正解ってこと？え？正解やん！みんな笑ってたね、やっぱ！ 1 って言われたけど、累積や！え？笑ってたや、やっぱ！ほら！え？ほら！さっきより、さっきの方がエクボ深くない？ほら！さっきの方が笑ってるって！いや、ないね。異常ないから戻るわ。何これ？全然気づかんかった。待って、何回もここ通ったのに全然気づかんかった。どうしたんですか？そんな騒じて。あ、ここ緑色のライトこれ。ちゃうの。これなんだ？音楽聞こえるとこか？そんな隠さなくても大丈夫ですよ。そんな、こちらの手持ち帰ってもいいですか？飾らせていただきたいと思います。普通に手あった。危なあ危なすぎるやろ。異変です。誰か知らない手がありました。手首が切り落とされて落ちてました。1って言わないときと言うときの違いは何？ナイスナイスナイス、よかった。いや、結構ちゃんとあのぐらいのレベルでもうち普通に見過ごしそうだったからさ。ねえ、大丈夫だよね。大丈夫だ。異変がないから戻る。え？異変がないから戻る。戻ります。ちょっと待って、もう入る前から戻っていい？あ、戻ったらあかんわ。戻ったらあかん。大草原。やっぱね、人間ってのは酸素が必要なんですよ。酸素はどうやって地球上へ出てくるかわかりますか？酸素というのはですね。ああ、もう人も花になっちゃった。酸素というのはですね。植物は光合成をすることによって、え？どうした？植物は光合成をすることに、エレンが木になっちゃった！植物は光合成をすることによって、得られるんですよ、酸素は。だから、この車両はすごく酸素がある、癒しの空間になってるよね。ねえ、お兄さん。どうした？僕たち生きて帰れると思う？大丈夫だよ！どうだろうね。お姉さんのことだけ考えたらいいよ。お兄さんのことだけ考えてほしいな、どちらかというと。お姉さんのことだけ考えたらいいよ。え？何？てんてんてんって。え？ねえ、僕。何？どうだろうね。え？ねえ、僕。ねえ、僕。え？そんだけ？僕。僕、そんだけ？
球に優しい。あー、おじいちゃん、おじいちゃんが大木になってしまった。あー、かわいそうね、おじいちゃん。おじいちゃん、ちょっと変だなとは思ったけど、いいやつだったよ。おじいちゃん、これでカバンが取れるね。じゃあ異変があったから進むか。よし、行くぞ。残り2です。やばい、これはワンミスだけでいけるのでは。まだ残り2個もあるからな、ミスしていいのが。いいよ、左右見て。お姉さんは勉強じゃないわ、仕事してる。大丈夫、大丈夫。いらっしゃい。で、パンの数も合ってる。エレンも笑ってる。おじさんもいつも通り手が届かない。手短おじさんになってる。こっちも大丈夫。大丈夫そうなんだけど。新幹線0号東京行きです。合ってるやろ。指定席やろ。よし、オッケー、戻ろう。いいよ、オッケー。これが1位の時もオッケー。ナイス、いいよ、いいよ、いいよ、いい感じよ。ガチでクリアしちゃうよ。いいの、いいの、ガチでクリアしちゃうからね。本気だからね、うちは。大丈夫、大丈夫そう、大丈夫そう。よっ。で、お姉さん、お姉さんなんかさっきよりも愛想いい顔してる。そんなことない、そんなことない、そんなことないか。はぁ、大丈夫そう。で、エレンのとこまで行って、大丈夫よな。穏やかな顔になってるわ。なんか最初会った時よりも、もう7回も会ってるから、なんか人見知りも溶けてきて、なんか心なしか顔が穏やかな気がするな、さっきより。やっぱ、ん？おじちゃん、おじちゃん足、おじちゃん足。うちの記憶だと足はこんなんじゃなかった気がするよね、おじちゃん。おじちゃんどうやったっけ。おじちゃんなんかおじいちゃんも異変に気づいてる？あれ、なんかさっきと足が、なんか足おかしいな。あれ、足動かねえなって。おじいちゃんも異変に気づいてるみたい。うん。だよね。おじいちゃんって足木だもん。おじいちゃん、これはわかりますよー。もう終わっちゃうよ。この後0号車でしょ？いいよ。で、異常があったので進みます。やばい！これは、クリアしちゃいます！みんな、これでゼロになるのか？ナイス！ラスト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 ！ここで間違えなければ OK！ 逆にここで間違えたら本当に絶望。いいよいいよ。いいよ。右もない、左もない。右も大丈夫。あれ？お姉さん？あれ？移動販売のお姉さんがいない！移動販売のお姉さんがいないよ！異変あるから進んじゃうよ。お姉さんが休みなのは別におかしくないってことでいいんやな。そんなブラックな感じなんやな。お休みも。お休みも。お休みも取れないの？かわいそうに。ってことは、もう、これで、クリアって、ことですか？ここで？ここで？運転室に？運転室に？あれ？もう一回？あれ、もう一回？もう一回か。あれ？あ、さっきもそうやったっけ？あ、さっきもそうか。さっき、あ、もう一回かって言って、また早とちった。また
早ちょちょちょちったいわ。早ちょだとちどどちだったわ。そっか、もう一回あるのか。大丈夫そう。え、帰っていい？え、帰っていい？異変がなかったら帰るんやんな。帰るよ、うち。そんなことするなら。運転室側、なさそう。いや、ないわ。帰ります。今度こそ運転室に行って、そのままクリアよ。いける！絶対いける。え？開かない。え？開かない。え？あ、え？あ、そういうこと？え？ここ別に、謎解きのターンじゃないの？ちょっと開かないんだけど。え？え？あ、え？これ謎解きのターンじゃない？単純にまっすぐ行ってくださいねってだけ？開かないんだけど！これ、なんだよ。なんだこれ別に謎解きのターンじゃないのか。あ、書いてないな、そういえば。大丈夫？そういえばこの下のとこ書いてないわ、すすめとか。なんだよ。え、じゃあ書くって、え、もうクリアじゃん！来た！運転室やん！絶対運転室やん！喋る？なんか。ここで？来た。あ、来た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 ！これ何？え、ブレーキ踏めって言ったけど、これブレーキ？行くよ？は？え？え？止まった？止まったもん。まぶしゃー。まぶしすぎ。眩しい！え？こっちでいいの？え？こっちでいいの？あれ、誰もいなくなっちゃった。あれ？みんな？おじさん？エレン？仕事をしてるフリー少女？こちら前方？え、なんで？逆じゃない？え？どういうこと？逆じゃない？え？なんで？あ？え？あ、誰もいない。あれ？え？もしもし？あれ？戻れんくなっちゃった。え、戻れんくなっちゃった。戻れん！出れん！え？誰かー？誰かいませんかー？すいません！え？戻っていい？待って。え？バグってる？バグってる？眩しいとこから降りれたっぽいけど。え？光った方に向かう？え、でも戻れないもん。え？え、嘘でしょ？え？嘘でしょ？え、開いてた？え？開いてたの？え、やり直して、どこから？いや、ちょ、待って。ちゃうやん、ちゃうやん。いや、ワンチャンあるって！ワンチャン！あそこで降りるのが二流。戻るのが一流。残念だったな。うちは、なんで戻ってるか知ってる？うちは、お姉さんが気になるんだよ。ま、さっきまで全く記憶にもなかったけどね。全く記憶にもなかったけど、お姉さんが気になるから。ここグリーン車やん。普通車にいた、あの、お姉さんとサラリーマンをうちは忘れられない。みんなはもう忘れたかもしれない。みんなは、もう最初の方の記憶だからって、お姉さんのことも、あの、疲れて座ってたサラリーマンのことも、覚えてなかった。けど、うちは、うちはグリーン車じゃなくて、普通車にいたみんなも救いたいわけ。あそこで降りちゃったら、うん、普通車にいた、あの人たちはどうなの？高い金払ってグリーン車に乗った人だけ助ければいいと思ってんのみんな。やめてよ！ほら、だってちゃんと、ほら、号車は変わってるんだよ。無限ループじゃないから。でしょ？わかる？そういうこと。え、こっちよ。え、こっちで立ってんやけど。
ガチで立ってんやけど。え、ガチで立ってる。え、どういうこと。こんにちは。なるほど。この列車は止まることはなくって、ループしていたんですね。そうです。でも、この列車を止めることができて、ループもしなくなったってことですよね。そうです。ああ。なんか、違和感。違和感？記憶がない。ないんですか？あなたここで寝てましたよ、ずっと。この列車に乗った覚えはないんですけど。はい。黒いパーカーの弟の子を見ました。弟さん見ました。弟って言ってたっけ？弟さん見ましたよ、でいいか。私の弟？ああ、直樹のことですか？あなた直樹って言うんだ。それは多分直樹です。あ、そうなの？ちょっとどっか行っちゃったけど、最後トイレいたよ。きっと記憶をなくす前、直樹と一緒だったのね。うん。なんでここにいるのか、とか、何か言ってましたか？覚えてないって言ってた。弟さん一緒に探して直接聞きましょう。ありがとうございます。トイレに乗ったよ、トイレに。ここに来る途中に直樹はいましたか？ごめん、あんま見てなかった。いえ、残念ながらグリーン車側には戻ってくるとき、弟さんを見ませんでしたが、他にご年配の男性を見ましたよ。見たっけ？え、見たっけ？見たっけ？直樹は普通車側にいるはずですね。そうですね。よし、ここから出ましょう。あ、でも、ちょっと待ってください。何ですか？よく考えたら、うん、次にここにまた誰かが来る可能性がありますよね。そうだね。ちょっと顔怖いな。そんなことになったらかわいそうです。この列車をどうにかした方がいいんじゃないですか？え、そうなの？ループする列車。アニメか何かで見た気がする。なんだそれ。あ、思い出しました。おう。なんかの番組で、二人で反対方向にすごいスピードで走って、ループを壊してました。え、なんかそんなあったよな。なんかなかったっけ？どうですか？いや、列車はもうループしていないですもんね。さっきやればよかったね。ブレーキを踏んだらループしなくなったんですよね。ああ、だったら、一緒に発車させたらどうですか？どっちぞどっちに？え、どっちぞどっちに？両端から。意味わからん、どういうこと？私は普通車側に行くので、グリーン車側に行ってもらってもいいですか？え、反対方向にやるってこと？え、なにこれ？え、やだーやだ。はい、グリーン車側に行きますね。いえ、自分が普通車側に行きます。え、でもグリーン車側で直樹見てきたから、うち普通車側に行った方がいいんじゃない？そうですか？はい。さっきの話だと、うん、弟は多分普通車側にいると思うんです。そうだね。うちの方が多分探せるよ。弟を任せることになってしまうんですけど、でも、うん、列車を止めることができたんですもんね。そうです。任せてください。わかりました。では私の弟、直樹のことは任せます。はい！一緒に頑張りましょう。急ぎましょう。オッケー。またこの列車が動き出してしまう前に。勝ちやん、みんな。ガチやん。え、ガチやん。だからうちは直樹を探しながら、普通車側の先頭に行かなあかんってことね。じゃあね。もう一回喋っとくか、一応。この列車を。行く方向を選ばせてください。は？これが分岐ってこと？いやー、みんななんか、バグったとかなんだかんだ言ってたけど、合ってたやろ？うちは、このお姉さんと、ここにいたサラリーマンが、のことを助け出したかったんよ。あれ、サラリーマン？サラリーマン？サラリーマンがいない！サラリーマンがいない！嘘でしょ？サラリーマンがいないよ！オーマイガー。サラリーマン死んだ？え、ナオキ、トイレやろどうせ。トイレ開かねえや。あ、ここずっと入ってるよな。ああ。え、でも多分これはね、うちが普通車側に行くので合ってると思うんだよな。なんでかって言ったら、多分うちはこれで直樹を探しながら行かないと、
あのお姉さん、直樹見つけれないと思うし、うちが多分直樹に話聞かなあかんと思うよな。いないわ。さすがに直樹、下にいないよね。さすがに下にはいないよね、この。一応見とく？え、さっきの感じだとね、一回向こう行っちゃうと戻ってこれない気がするんだよな。オッケー。でで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 。なおき、どこいるの？早く出てこんかい。なおき、どこいるの？この視点、酔っちゃう。みんな酔いそうな人目つぶっとってね。うちが出てきたら、出たーって言うから。え？嫌な予感がする。嫌な予感がする。直樹？直樹ちょっとやばいかも。かくれんぼしてる時間ないかも。直樹ちょっとやばいかも。直樹。ああ！待って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 ！ちょっと待って！ストップ！無理！ちょっと待って！なんで！ちょっと、なーで！やめて！やーだ！無意味やからん！バカ野郎！でよかった。よかったね。お兄さん、僕はもう大丈夫だよ。おう。そうだ、お兄さんも一緒に来る？うん、行っていいんですか？いや、やめとくよ、ありがとう。なんでやめとくん？なんでやめとくん？お茶ぐらいいいんじゃない？お茶ぐらいいいんじゃないかと思うけど、うち。そうですね。来ない方がいいと思います。怖い。なんていうこと？なんだか。はあ、私たちに何が起こったか分かった気がします。どういうことですか？私には全く分かっていません。心配しないでください。私たちは大丈夫です。本当ですか？それより、はい。もう私たちは行きますね。はい、行ってらっしゃい。お元気で、どっかで会いましょう。本当にありがとうございました。いえいえ、こちらこそ。さようなら。
バイバーイ。え、うち、待って、でもうちこの新幹線乗りたくないよ、普通。なんでー、ちょっと待って、ちょっと、うちこの新幹線乗りたくないんですけど。気がつきましたか。あなたは床に倒れていたんですよ。そんなに愛想ない感じなんや、君。目が覚めてよかったです。よかったです。こちらこそ。どういう格好なうちこれちょっと、これどういう格好してんの。運よくお医者様が乗っていたんですよ。ありがとうございます。軽い静脈血栓塞栓症でした。静脈血栓塞栓症、いわゆるエコノミー症候群ですね。ミーエコノミー症候群、リアリー。体を横にして、はい、足を上げることで良くなったようです。サンキューバイマッチドクター、ミスタードクター、サンキュー。本当に良かったですね。この方は命の恩人と言っても過言じゃないです。本当ですよ、ありがとう。列車が止まっているせいで救急車を呼ぶこともできなくて、最悪の場合も考えられたんですよ。すいません、私が止めました。数分前に起きた人身事故です。人身事故。その事故でこの列車はしばらく止まっているんです。え、あー、途中なったやつね。失礼します、業務連絡です。はい。事故には若い女性と少年が巻き込まれていることが確認されました。若い女性と少年、さっきの、え、つまり人身事故で、え、エンディング1どこ行った。あー、なに、人身事故で巻き込まれた2人っていうのはこの2人ってこと？え、すでにさ、でもすでに死んでたってことでしょ？すでに死んでる状態で普通車に乗ってたってこと？そういうこと？でいいんかな。普通車、グリーン車、列車が止まった後、あ、列車止まった後に、じゃあ次列車が止まった後、即なんかみんなが言ってたあれ見ようよ。電車止めた後にすぐに出るパターン見てみようか。これ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 、あ、ここか。え、全然気づかなかったちょっと待って、あ、ここ光ってこれ気づかんのやばくない普通に。え、ここ出たらワンチャンエンディングまた変わる？行ってみようか。あ、出れるわ。え、ここで出たら、え？